菓子パン1個って、あんたの昼食それだけ？え？変かな？いや、変っていうか、いつものお弁当は？おばさんお手製の卵焼きとか、ミートボールとかはないの？うん。今朝、お母さん寝坊しちゃって。そうなの？ああ、残念。せっかく、わびしくて味気ない購買のパン食のおかずにご賞味させていただこうと期待してたのに。千里ちゃん、せこいよ。お待たせ。あれ？夏美？へえ、なんか珍しいね。夏美がお弁当持ってこないなんて。ひょっとして初めてじゃないの？意外。完璧超人のおばさんでも失敗するんだね。これは新発見だ。あ、いけないいけない。けどさ、夏美、パン一個ってのはいくらなんでも少ないんじゃない？え、そう？あんまり食べたことがないから、どれくらいなら大丈夫かなってわからなくて。いや、それでもこれは少ないよ。ねえ、フードファイターのたまこさん。誰が大食いだ。でもまあ、ちょっち少ないかもね。私、買いすぎたから、お裾分けしよっか。え、いいの？たまこちゃん、ありがとう。だけど、夏美、お昼とはいえ、ちゃんとご飯は食べないとさ。うん、そうなんだけど、ちょっと出なきゃ。出るとこ育たないよ。出るとこって何が？どこが？いやー、そりゃ健全な男女交際のことですけどね。また健全かい。だいたい千里、あんたこの前はツルペッタンはステータスだなんてド派手に宣言してたでしょうが。そりゃ言ったことは言ったけどさ、あんまり物足りないのもどうかなってさ。あいつも一応男だからね。え、それって東堂くんのこと？他に誰かいるの？もしかして夏美、もう別の男に？そんなわけないでしょ。私はだって、その、まあまあ、アキラちゃんはそういうのって気にしないと思うよ。だから安心しなさい。本当？
ほら、デッサンとかで女体はゲップが出るほど見てるでしょ。むしろ夏美のようなスレンダーさんの方が普段見慣れてなくて新鮮かも。おいおい、タマコさんや、そりゃフォローになってないでしょうが。そりゃまあ、前に見たモデルさんは、アザラシもどきのすごいおばさんだったから、ちょっとアキラには同情したけど。例えるなら、私たちが油切ったおっさんをデッサンするようなものだからね。もはや、人間として見ない方が精神安定上いいのかも。おいおい、そこまで言うか。ねえ、夏美はどう思う？どうしたの、夏美？え？あ、うん。東堂くんって女の人のモデルをそんなにいつも見てるのかなって。いや、そりゃそうでしょう。あいつ美術の特待だから、デッサンは漢字の書き取りみたいな基本授業だし、むしろやってないという方がおかしいよ。そうだよね。授業なら仕方ないよね。夏美、あのさ、あきらちゃんだ。おーい、ちょうどいいところに来た。あきらちゃん、夏美が呼んでるよ。夏美だって気になるでしょ。なら本人に直接お聞きなさいな。まあいいか。ほらほら、アキラもそんなとこぼさっと突っ立ってないでこっち来なさいな。え？おい！ちょっと、ちさ。まあまあまあ、遠慮するなよ、アキラくん。夏美がさ、あんたがどれだけデッサンで女性の体を見慣れているか、ぜひとも聞いておきたいんだってさ。なちさとつ、そんなこと私一言も。じゃあ夏美は気にならないの？え、あ、その…いや、その…人物デッサンといっても、俺は風景画が中心だから、あんまり参加してないぞ。それは、1年生の頃は強制参加だったから、2回…いや、3回ほど出席したけど、進級してからは一度も出てないというか…本当だぞ。そうなんだ。いやさ、アキラ、そこ
まで詳細に家とは頼んでないんだが、しかもものすっごく言い訳臭いのはどういうわけだ。それはその、やっぱりちゃんと説明しておかなきゃ、君よしが不安があるかなって。そうなの。ごめんね東堂くん、変な心配させて。いいって。はい、ごちそうさま。まあもう見慣れた光景だけどね。じゃあとはアキラに任せて、私たちは退散しますか。え、ごめんね夏美、アキラちゃん、私たちこれから職員室で用事があるの。おい、チサ、タマ。ちょっち強引だったかな。まあいいんじゃないかな。あれくらいお膳立てしないと、二人ともなかなか一緒に昼食をとったりしないしね。いや、まったく、あの二人には苦労させられるよ。不器用カップルというか、お子ちゃまカップルというか。それでも当人たちは幸せみたいだよ。アキラちゃんは愛想を振りまくのが苦手みたいだから、夏美みたいに純粋に慕ってくれる子はきっと可愛いんだろうね。純粋でなくてすいませんね。まだ心残りはある？後悔しない？さあね。一度も伝えずに不先輩なんてらしくないよ。うるさいな。千里がアキラちゃんのこと特別に思ってたのは知ってる。それこそこの高校に入ったのだって。やめて。応援しててなんだけどさ、アキラちゃんと夏美は合わないような気がする。え？さっきアキラちゃんのデッサンの話が出た時、夏美の反応を見たでしょ。絵描きにとっては別に当たり前のことなのに、あの子は全然割り切って考えられない。今のままじゃこの先不安だよ。最近気づいたんだけど、夏美って独占欲が強いよね。もっと悪い言い方をすれば、
嫉妬深い。すごく今はまだ慣れてないから表には出してこないけど、将来あんな感じでアキラちゃんを束縛し続けたら、きっとアキラちゃん息が詰まってくるんじゃないかな。いい加減にしなさいよ、タマコ。だいたい夏美の悪口は言うなって、いつも私に注意してるのはあんたでしょ？そのあんたが夏美の悪口を言うなんて、一体どういうことよ？勘違いしないで、千里。私が夏美に対しての言い方を、あんたに注意したのは、あの子が大事だからじゃない。あんたが、誰よりも可愛がって大事にしたいと思っている子だから、こういう言い方の方が好かれるよって。あんたへのフォローのつもりだったんだよ。ちょっと。本音で言えばさ、今の夏美だったら私、個人的には好きになれない。前に聞いた、ひなみざわ出身者の噂も気になるけど、夏美はそのこと、ずっと私たちに隠してるじゃない。まあ、そうだけど。でも、相談してくれたらいつでも力になるつもりなのに、なんだかあの子私たちのこと全然信用してくれてないように感じるの。それが私腹が立つ。他にも千里の本当の気持ちも考えないで、アキラちゃんと仲良くやってるのも不愉快、そんな見せかけだけの友情をなんで貴重に思わなきゃいけないのよ。タマコ、あんた。でも、だからだ。だからこそ。ねえ、タマコ。何？もしも、夏美が、ひなみざわ出身者だったとしたら、あんた、どうする？そうだね。誰かからそれを知ったら、多分私は、あの子と絶交する。でも、え？もし
美から打ち明けられて相談されたら、私はあの子を守ると思う。誰が何て言おうと。私の大切な親友だからね。タマコ。あれ？やっぱり気持ち悪いって思った。そうだよね。気持ち悪いよね。あんなの。家に気味の悪い魔除けを飾りつけたり、変なお経を唱えたり、それにおかしな事件を起こして殺人を犯す人たち、気持ち悪いよね。私だってそんな人嫌だ。近くにも寄りつきたくないよ。君よし。たたりとか、おやしろ様とか、バカバカしい。なんで雛見沢の出身だからって、そんな変な人ばかりが。いなくなればいい。みんないなくなれば、誰にも迷惑もかけなくなって。そして、そして。やめろよ、君よし。君の悪い魔除け、変なお経。大丈夫だから。家のことは誰にも言わない。クラスの連中だって誰の家かなんて分かっていなかったみたいだし。別におまじないをするのはおかしくなんてないだろう。俺も野外スケッチでいろんな装飾の神社を見てきたから分かるよ。東堂くん。だから気にするなよ。俺は分かっているから。嘘だ！あっ。
もし夏目から打ち明けられて相談されたら、私はあの子を守ると思う。誰が何て言おうと、私の大切な親友だからね。